r e a l リアリティサムライ、ウメダ。わし、やるってなったらとことんやるタイプなんで。みんな見てるでしょ、最近のわしを。d o ームズで1日12時間13時間やっとんねん。<laughs> もうやると決めたらとことんやりきるからね。うん。そこの弾力だけはすごいよ、わし。で、無理そうだったら容赦なく損切りするから。まあ、そこはでもあれやね。確かに仮想通貨のトレードとかやった時に学んだことかもしらんな,な。 だら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 そのやってても勝てないものは勝てないしっていうのを学んだねトレードで。うん。普通はこういうのって配信者がやるってなったらさ、なんかモデレーターみたいな人が何人かいてその人らが盛り上げて配信者ちょこっと参加するみたいな多分普通やと思うねんけど、このゲームで一番稼働してんのはわしやからね。常にいるから。今もいるし。ほんとすごいですって。いや、RZ さんの方がすごいです。<laughs> このね、RZ さんってか、あのし、案件のあれ、中身知らん人はあれやけど、その RZ さんこの方でね、あの、 すでに数十万ぐらい課金してもうカンストキャラ作ってんのよ <laughs>。もうそのカンストキャラが一体いるだけでもうほぼ価値なんですよね。今回のイベント。バケモンなんで。はい。まあ僕もカンストさせるけど。まあ僕はもう、あの200万ぐらいだったら全然ぶち込んでもいいかなと思う。まあ200万ぶち込んでもし仮に勝てないとなったら全然もっとぶち込むけどね。うん。勝つまでやるんで僕は。お金ありますから。ぶち込みますよ。 金ありすぎる。だって、あの、プレイ、プレイ初日に10万ぶち込んだからね。プレイ初日に10万ぶち込んで、わし、案件始まるまでシコシコ進めたのに、もう抜かされかけるっていう。ほんで、2日目か3日目ぐらいにはもう抜かされとったわ。リアルな生活感が楽しめるように作ってるう。まだ、あ、まだなんかあんま、あの、リーグ映像が出てから情報ないっすよね。まあ、そういう風になっていくやろな。うん。メタバースじゃないけど、まあ、そういう感じの究極系を目指すんやろな。メタバースっていうワードは全然入らんかったけど。 この案件優勝したかい報酬があるんですかあります。あります。ちゃんころがもらえるんですよ、ちゃんころが。<laughs> これいくらとか言ったらあかんよね、多分さすがに。言えないけど、多分皆さんが想像してる以上にもらえますよ。ただ、なんか他の人がさ、なんか優勝したらラインスタンプ作るとかさ、変なこと書いてるやんか。そんなラインスタンプどころじゃねえよ、マジで。わしは一応アパレルの新作発売ってことにして、まあ優勝賞金はアパレルの、 新作発売に当てますけど、実際。はい、VTuber の側を制作するとかね、書いてる人もいるけど、うん。オリジナルソングとミュージックビデオ。オリジナルラインスタンプとか。もう、あの、オリジナルラインスタンプ結構おんねんけどさ。もうちょっとあの、これ誹謗中傷じゃないと思うけど。自分で作るよ、それぐらい。<laughs> なんでラインスタンプ作る金がないねん。おかしいやろ。 優勝賞金をどこに当てんでも作れるでしょオリジナルラインスタンプぐらい。金ないのかこんだけ登録者抱えて。おかしいやろ <laughs> 危ない危ない。これ以上、これ以上行くとちょっと誹謗中傷の域になってしまうんでやめとこう。そう、マッスルくんですらあんねんで。もうこれ言ったらアウトやろ、もう。これ言ったらマジアウトやろ。マッスルくんですらあるんやぞ。マッスルくんいかがか マジでそうなよな。賞金懐に入れる気まんまそうなよな。多分それかもしれんな。マッスルくんの前でしょけど、マッスルくんのさ、あの、サムネ生放送と動画用のやつちょっと枯渇してきたからさ、コラ画像職人さ、あの、サムネのサイズでさ、作ってくれよ。1280、12 80, 720かな。うん。1.7対1ぐらいの比率でちょっと作っといて。よろしく。 マスル君絶対死ぬたびに家族一人ずつ殺されるデスゲームさせられてると書かれてるわ <laughs>。それやったらあんだけ沈黙するわな。泣くわな、そら。二 <laughs> 人殺されてるわ、マスル君も。天才やな、このコメント。やっぱ視聴者おもろい人多いな。そもそも勝つ気がないで、ああ、そういう人は勝つ気ないかもしれないですね。ただまあ、その競合の白先生って人は、まだやる気があるんで、ちょっと、絶対に無理だよってところで、中間発表ぐらいでも、完全に心折りにいっとるんで、僕ら。うん。 で、中間発表で心折っても僕たちは手を止めないんで油断はしません。完膚なきまでに叩きのめす。はい。お楽しみ皆さん。どれぐらい差がつくかね。総合戦闘力5億いったらすごい方って言われてんねんよ。でも今も2億2000万なんで。<laughs> 絶対行くやん、5億ぐらい。マッスルって兄弟いるんって。いや、どうなんやろう。マッスル君の最新動画見てマジで吐きそうになりました。まだ見てないのちょっと今日ね、めちゃくちゃ。 あの、盛り上がるちょっと事件がありまして、誰が殺されるかランダムで、じゃあマスルが殺されるやん。でもね、もう本当にこれ、ちょっとブラックな話になんねんけどさ、要はこういうイベントって、視聴者がどんだけ推しに課金するかみたいな話じゃないですか。無課金でやって勝てるわけないんで、そういう話でしょで、他の、ま、そこそこ頑張ってる人らもうみんな視聴者が課金してんのよ、このゲームに。やのにさ、梅田ジャパンにさ、 カンプなきまでに叩きのめされて、惨敗して、その課金がさ、全部無駄になるんよ。ごめんなさいね、僕、性格悪いんで、これほど面白いことはない。<laughs> だから僕は、何百万でもぶち込みますよ。勝つためだったら。全然赤掘ってもいいっすよ。赤字でもその状況を作れるんだったら僕はそのための、何百万でも、ぶち込みますよ。こんな滑稽なことないっすよ。 なんで、まだ間に合うよ、皆さん。今からでも、そんなに課金しなくてもさ、時間に余裕があるって人はさ、ちまちまやれますって人はさ、一緒にやろうや。そいつらを叩きのめそうぜ、一緒に。こっから、もうすでにこのゲーム作ってるとはあかんねんけど、アカウント作ってるとはあかんねんけど、こっから参加してもらって、一緒にやろう、ディスコードで。ディスコードも、で、連絡取れる人が理想ですね。本人が率先者らそうなんですよ。ヒクティでもツイートしてないって。 公式はそれを狙ってる札束を殴り、そうっすよ。だから結局案件で払っても、札束で殴りやってもらえれば、結果儲かるよねみたいなことかもしらん。うん。まあ、わしは自分の予算を今管理してて、でもまだね、あの、ええー、まだ4万ぐらいしか課金してないんで、このまま優勝したらもう、大儲けですよ。もちろん皆さんにもちゃんと還元するけどね。うん。ただ僕は全然赤掘ってもいいぐらい課金する気でいるんで、どうぞどうぞ課金してください。絶対に負けないですから。 頑張りまっす,する。まっするまっする。絶対に負けないっす。まだそんな課金してない人もいっぱいいるんでね。普段、ドネートとか送ってくださってる方でもね、うん。課金姉妹今から買っても遅い。いや、今から買って育てるべきでしょう。早ければ早いほどいいよ。課金姉妹と建設級だけはマジで買っといた方がいい。もう進み具合が5倍も10倍も違うからね。んで今から育てた方がいいわ。ちょっと遅いけど。いや、楽しみだなでもここで、 僕がこういう意思を出しておくことで、配信者はちゃんとその、適切な行動を取れるようになる。それは僕から、僕からしても、あれ、ありがたいし、向こうからしてもありがたいんよ。あ、じゃあやめとこうって。本気になってやるのやめとこうって。視聴者がこれ以上課金したらもったいないからやめとこうって。そういう思想になってほしいね。できれば。これが相手の心を折るってことやから。そうなってくれたらこちらとしてもありがたいなっていう感じ。課金する額も減るしね。うん。お互いウィンウィンに行きましょうよ。 そこは。って、梅田ジャパンが言ってたって、言っといて。初めてこんなにゲーム内に課金したって。わしも、ああ、でもな、わしも結構課金したもんな、昔。ドラゴンネストっていう MMORPG とか、スペシャルホースっていう FPS に結構課金しましたね。お互いにマイナスになるそうなんですよ。ああ、そっちが来るんだったら、僕全力で行きますよって、叩きのめしますよって、そっちも損ですよ、その代わりって。話なんですよね、結局。このゲームでもそうやからさ、なんか、わしらより圧倒的に弱いのになんか突っ込んでくる。 人がいたんや、ね、本当に。うん。みんなエルビンになってさ、いけー突撃 <laughs> ってなんか突っ込んできたんやけど、わし一人に全員帰り討ちされてボコボコにされるみたいなさ、ことがあったんですよ。しかもそれ、あれっすよ、競合の配信者の人っすよ。まあ、多分、ゲームの趣旨を理解しなかったんかもしれんけど、なんかノリで突っ込んできたんかもしれんけど。もう、完全に、壊滅させたよ。全滅です。<laughs> 再起、再起まあ一応してるけどね。まあもう優勝は確実に無理なほどに叩きのめしました、そこで。 俺はね、だって僕別に攻めるつもりなかったからね。うん。もうちょっと課金させてから叩き落としちゃいって。余計なく、余計クズがおるわ。<laughs> 行いけるかもって思わせてやろう。いやー、でもそれはな、それはでもあれやん。みんなが課金する量も増えちゃうからさ、わしとしてはできひんな。スペシャルホース懐かしいよ。そん、そうね。損切ぎりせなあかんやん。だからわしが逆に逆の立場で、なんかもうやばいぐらい、例えばもう、 今ここでね、めっちゃ申し訳ないけど、例えば他のチームにもカウンストキャラ5人ぐらいいますとかなったら、ちょっとごめんみんな、諦めるわって。本当に申し訳ないっつって、マジで土下座する。うん。土下座動画撮ります、そうなったら。まあ、カウンストキャラ5人ぐらいだったらわし作れるけどな、一人でな。うん。なんで全然いいんですが。まあ、ほんまにどうしよう無理になったら、とん切りします。これ以上は不毛やなってなっちゃうから。野生のエルビンいましたねって、野生のエルビンしかおらんかったよ、逆に。あー、エルビンとマルロか。 エルビー・ <laughs> マルロ、マルロ・マルロ・エルビーみたいな感じで、うわーって突っ込んできて、意味もわからず突っ込んできて、こ、これが死ぬってことか、みたいな感じで、そのままぐちゃぐちゃにされてた。リアル進撃の時に、そうだよな,んやな、うん。みんなまだ楽しめるよ。ディスコードサーバーのこの盛り上がり見てる、見てるやろ、みんな。めっちゃ面白いよ。通話に50人とか入ったんだよ <laughs> 行くぞー言うてみんなで、燃やせ燃やせー言うて、殺せ殺せー言うて。 で、今また弱小のとこ、遠慮なくぶち殺しにかかってるからね。うん、こいつらの領土いいんですよ。いいところやから。また今、燃え、燃えてるわ。<laughs> あと十、十時間後ぐらいな、多分こいつらも死亡やな。これは配信者ではないけど、野良のプレイヤーですけどね。もう今、わしら殺しまくってるからさ、多分他の地域の奴らからしたらもう、やばいなんかバーサーカーおるなって思われてるやろな。帝国が出来上がりつつあるから。そう、今日もめちゃくちゃ繋がった。 まだ野良で2日前ぐらいに攻撃されたらなんで、なんで申請しないんですか早く申請してこっちに引っ越してこないと意味ないですよ。見てて爽快。そう、地鳴らしやね。地鳴らし発動して、この、ここら辺の一体のさ、3つの国をまず滅亡させる。破滅に追い込む。その左に、エルヴィン、エルヴィンのあの、エルヴィンがいるんやけど、エルヴィン軍団。再起したエルヴィン軍団いるんやけど、変わらずまた喧嘩売ってるみたいで、燃やしてますね。逆にここに攻めに行ってもいいんやけど、さ。 無事消えてくるやろな、多分 <laughs>。でもここな、土地的になんか攻めるメリットがあんまないんよね。うん。あんまり美味しくない。ただ木材が2つあるからな。こいつら破滅に追いやってしもたらいいかもな。近くにできた最強ギルド近くにできてないよ。あれね、まあ簡単に言うと、その最強ギルドに属している下っ端の、奴が勝手に言ってきただけだったんで、もう潰していいかってなってら潰しましたよ。 この村の左側でしょもう潰れてるよ。昨日、昨日潰れたかなで、別に潰しても、何も言ってこないんで,で。わざわざそんな下っ端のために、最強ギルドが動くとも思えないですし、で、こいつらはこいつらでやることがあって、それをやってます。で、それやったことによって、その競合の白先生って方の、が積んでますもん、もうぶっちゃけこれ。もう積んでんのよ、これ。積みが発動してる。うん。みんなに見せてあげようか。画面共有しよう。 ゲームをやったことない人にもうな,なんで積んでんのか見せてあげるわ。どうやってもわしが勝つんよな、正直な。まあ、わしらの領土は、今ここ、ちょっと今お音声ミュートしてますけど、まあ、ここ。で、これがサブなんでまあ、食い合わないと。UMJ2 なんでね。で、今ここ攻撃してます。まあ、こいつは雑魚なんで潰します。で、こいつらも雑魚なんで潰します。で、こいつらは今攻めてる途中でもうちょっとしたら潰します。あれここのシェルター無くなってるやん。あれあいつら消えた 消えたな、あいつら。あれここじゃなかったっけふやんな。消えてる。うん。で、明日には、ここ、ここ、ここ多分3つ潰せますね。そうなると、ここの一帯を囲えるわけですよ。もう最強です。で、このヨシピって人がエルビンですね。なんか、ここら辺におったんやけど、最初。で、もともと、なんか、元々も他のなんかシェルター、じゃあ他のなんか強いギルドに喧嘩打って、ボコされて、壊滅して、わしらの上に引っ越してきたんよ。で、なんか引っ越してきたなーと思ってて、 で、この村の左側になんかおったんよ。で、こいつらわしら潰すとか、みたいな話してたら、いきなり上から、うわぁってなんか突っ込んできたから、なんやになになにと思って、うん、やるかーってなって潰したんよ。ボコボコして潰したら、じゃあ今度なんかここに立てて。で、下のなんか国を。建設中の要塞一発殴ったら僕、あ、そうなんや。へえー。めっちゃいいやん。んで、こっち側に攻めてるから、多分わしと勝ち合うんですよね、また。勝ち合ったら戦争ですね。 まあ、左側行ってほしいね。それだったらた。ただね、左側ここ、多分相当強いところから陣取っとるんで、これ多分強いですね。そう。総合戦力、えー、8億。わしらでも勝てません。ボコされます。こいつらが塞いでるんで、ここ。で、こいつらは最強ギルドの、えー、同盟なんで、こいつらに喧嘩を売ると最強ギルドに喧嘩を売ったことになるんでダメです。はい。だから、まあ、ここら辺を、一体を牛耳ってって遊ぼうかなって感じで。 まあ今回のイベントでは別に領土をどれだけ取ったかって感じじゃなくて、総合戦闘力で測るんで、と、個人個人のレベルかで測るんで、領土があればあるほど僕たちは得意になるわけですね。で、まあ一番、まあ、ロ先生って方だけがまあ今んところ唯一強豪かなって、他の人は正直微妙なんで、一応まあ全員ブックマーカーしてんねんけど、ロ先生のところを見るとですね、まあこんなことになってるんですよ。<laughs> もう囲まれとるん。 で、こいつらが、最強ギルドです、このサーバーの。総合戦力27億。見てください、これ。俺。もうカンストしかおらん。カンストだらけ。カンスト、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 カンスト。もうこいつは一人で、一人だけで7000万とかあるから。終わってるんですよ。で、本来この中に入っていきたいんよね。新しい領土にね。このチェックポイント2っていうのがあるんやけど、もう全部、 もうここ入り口塞いでるでしょ。またここロックされてるんで、時間で解除なんで。で解除されたら速攻でこいつらが取りに行くでしょ、ここは。うん。全部ロックされてます、ロック。で、このま、前もロック。で、白点で一回こ,ここに喧嘩打って、あの、ボコされて、あの、くっつけないようにしてますね。うん。積んでます。で、さらにですね、この下。ほら、ここ。ここにもつ投げてます。ここに別で要塞作ってます。でここもガードしてる。 ここ攻めに行ったら殺されます、絶対。うん。で、ここのレベル2の村も、こいつらが占拠してる。もともと、ここに要塞があって、村だけ取って、この要塞をここに移動させたんよ。でもここも完全ガードです。目の前に要塞があるから。で、さらにその上のとこも、こっからニョキ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 と、最短距離で村を占拠して、ここまで伸ばしてます。もう入り口まで塞いでるんで。だからもうどこにも行けないんですよ、これ。これ以上領土を増やせない。だから、もし本当に勝ちたいって思うんだったら、思い切ってどっかに移動するしかない。 もうそれぐらいしかできないですね。うん。ただ僕たちのところに移動してきたら僕たちが叩きのめすんで、僕たちの近くには移転できない。僕たちももうすでにね、かなりでかい領土を作ってるんで、こんな感じで。もう明日にはこの一帯が、多分、わしらの領土になるはず。まあ、ヨシピさんはね、こっちに来なければ何もしないんで僕は。来たらもう全力でまた2回目ですわ。叩き潰すだけなんで。だヨシピさんもなんかゲームわかってなくてなんかせめてすいません。なんか、 変なことですいませんでしたみたいなメッセージ送ってきたんで、多分反省はされてると思うんで、もう多分攻めてくることはないんじゃないかなと思います。なんで僕たちはこっから、下にまあ、行こうかなって感じで。まあ、美味しいところがあれば、領土を拾っていきたいの拾っていきたいんやけど、結局そんなに美味しいとこあんまなくて、まあ、ここ取ったら次ここも取ろうかなって感じだな。んで、こっち側にを伸ばしていきつつ、えー、こっから上から攻めて、ここを繋げると。輪っかにして繋げるか、まあ、 ど一応わ、わしのサ,サブ同盟の方も領土を広げたいんで、ここを間ちょっと開けていいように共存させながら伸ばしていこうかなっていう感じですね。45RI ってこんなやつ、あんま絶対勝てないですよ。うん。で、そのなんかね、新規サーバーに別のサーバーから引っ越すことがなんかできるようになったらしくて、だから、そのゲームの仕組みとして、もういきなりその帝国が出来上がってるみたいなパターンがやっぱあるらしいんですよ。そこはちょっとゲーム性が崩壊してるというか、初心者狩りが起きやすいよね。うん。 だこいつらも、ここで育って二十何億になったんじゃなくて、全く別のサーバー僕ら二七六。このサーバーってまだ新しいんですよ。できて。全く別の結構成熟したサーバーからやられたのか、まあ、極め切ったし、別のとこ行くかってなったのか分からんけど、ここに引っ越してきて、こんだけ展開してるってわけ。最初からもう二十何億とかいるわけやから、勝てるわけないですよね。でもここも塞いでるんで、こっちに入ってくることすらできない。囲まれてる。ただ、 こいつらは無闇やみたらにその他のサーバーを攻撃することはしないんで、こいつらは全部食ってかかるとかそういうことはしないです。てかしてもコスパ悪いんで、それだったらこっちに伸ばしたりとか、ここ作ったりとか、そういう,ふう方向で動いてるだけなんで、なんか説明欄見たら書いとるんですよ。なんか無闇やみたらに攻撃はしませんみたいな。うんそう、た、多動名を無闇に攻撃することは禁止します。まあ、だから一応平和主義者なんで、 どうするかって感じだね。ただ、白先生は多分交渉の余地はないでしょ。う。これはもう囲まれてるんで。ここを崩せってなったらさ、ここ全部崩れることになるから。しかもここね、その初回占領報酬って言って、これ全同盟メンバーに課金アイテムとか、すごい資材が配られるんですよ。だからここを初めて占領することにめちゃくちゃ意味があって、これを一気にだからこことここと、ここと、ここ、4つ。全部取るわけですね、こいつらが。それだけでも、えげつないぐらい儲かるんで、それを阻止しようもんならもうぶち殺されますよ、多分。一瞬で。 なんで逆にこいつらいてくれてよかったよ。で、白先生がなんかよくわからんかったか知らんけど、こんなところになんか配置してくれてよかったわ。わしはもう周りに誰もいないところにしようと思って、とりあえずこのへ地にしたから、食い合うことは絶対ないなって感じで、周りも、最初はもうこいつら強いなと思ってんけどね、わしらもう二日ぐらいで多分こいつらよ強くなったから、ガンガン攻めれるんで、次はまあこの村取ったりとか。あとこっちかな。でもここも強そうなよな。この、なんや。PHBI か。こいつらも2億5千万。 うーん、ちょっと強いんで、ここと戦うことは避けたいなってなると、うーんって感じだね。またヨシビさん潰すことになるのかもしらんし、うーんって感じだな。まあ、ここの村。だからこっからどう攻めていくかっていうのもね、正直難しいなって感じではありまするね。ここぐらいやったら潰せそうやな。WRRD。9500万でしょ。全然いけるな。こっち側に勢力を伸ばして、 とにかく土地を稼いでいくっていうのもありやし。FWD は1億9000万。誰かを攻撃してあかんつって。うんで。なんかね、多分同盟の許可なしにわしらに喧嘩を打ってきたバカがここら辺にいたんですけど、そいつら、わしらは、まあ、結構被害被ったんですが、そいつら同盟からあの追放されてましたね。でも喧嘩を打ったことは事実なんで潰させてもらいました。<laughs> バカが喧嘩を打ってなんか煽りメッセージくれてきやがったからさ、何やってんのこいつみたいな感じでしたね。さっきのロシア語か。 っていう感じで今面白くやってるんで、ぜひ一緒にやりましょう、皆さん。一人一人の力がね、パワーになるんで。国のパワーになるんでね。ここ取りたいな舞台量速度5%なんでだいぶ美味しいですね。ヨシピさんがすぐ取っちゃうかなでもここ邪魔してるもんな、こいつらな。うん、メンテナンス入ってるね。誰も攻撃してないんちゃうこれ。あ <laughs>、誰もいねえこれ起きたらまだ復活してるやん。 四六時中監視してなあかんかだ。メンテナンス入ったら勝手に回復するんですよね。だから四六時中監視して攻撃せなあかんねんけど。左下に一人だけ引っ越してるいや、結構いるよ、みんな。結構いますぜ。わしも引っ越したいな。左下ってナミホさんどこに行ったんこれ。左下じゃなくねこれ。あ、こうか。こっち側ね。PFP 側か。 こっちもいらんやろ、今。だって、ここ潰したんでしょじゃあ、こっから、ここに攻めた方がいいやん。近いやん、こっちの方が。VQA にもな、無くなってるよ、もう。一発殴ったら終わったらしい。白先生の同盟にサブアカを送り込めば、4 5 r i に喧嘩をって潰してもらえるか。いいな、それ。やるか、それ。それってルール違反じゃないんかな。ただ、メイン同盟に入らなあかんからな。それいいな。 脳死で勝手に剣 <laughs> そういう小ずるいことも考えれるんですよ。これはもう完全にサイコパスでしょ。こんな顔の人間いません。どこにいるんですかこんな顔の人。何人ですかこれ。こいつも雑魚なよな。回復キャラやから。回復とかいらんのよ。やっぱ火力に特化したい。フレイヤ。ヘラニアンとかぶるからやめて。こいつかわいいな、まマ、あ、まな。セヨジな そんなに課金しないとは、こうやって平均的に育てることもやったらね、戦力が爆上がりしますから。おい、やめろって、すぐ作ってくんなって、マジでもう。アホなんか、お前。早すぎろって、マジで。お前、作んなよ、これ。早すぎやろ、作んの、マジで。絶対違うって。クリスハート、アフロじゃないもん、そもそも。やめとけ、もう。絶対に違うから。安心してくれ。絶対に違うから、ほんとに。 やめましょう、ほんとに。で、これなぜ20レベで、このスキル4にしたらいいかっていうと、どこだったかなここか。ヒーローのランクっていうのがプラスされるんですよ。なんで、な、なるべく飛び級させた方がいいっていうのはそういうことですね。あれわしの舞台どこ行った職人って、そういう職は求めてない。仕事が早いのはすごいことですからね。 クリスハートこんなに痩せてないとかもう、なんで間接的にクリスハートの悪口言うのデブやろって言ってるやん、それ。めちゃくちゃやって、ほんまにもう。悪気がなく傷つけるのが一番人傷つくんやから、本当に。鉄鋼不足なんでね、鉄鋼場を育てているわけですわ。創作でそうなんやねんな、こいつ。マジで出まくるからな。わしやばいで、これ。ほら、かけこんな。<laughs> 316個て。このババアも乾燥したのにさ、このかけら、乾燥したらこのかけらスピードアップアイテムにならんのかよ。 よこすよ、スピードアップアイテム。いらんねん、かけらまじで。それか、ババア二体目育てさせろ、それやったら。ババア二体目欲しいよ、普通に。こいつ、収集キャラで優秀やから。ババアの二体目くれや。こいつ、多分ん三体くらいいけるぞ。完全外れキャラやもんな。1.3M な。ショップで交換とかな。ん有料ガチャ無料でできる今の。 おい、だから、ま、また湧いてるやん。なんでさ、同じことをしようと思った人が二人におんのおかしいって。一人でも異常やのにさ、二人も同じことをしてさ、やってるのおかしいから。もしかしたら一人かもしらんけど。なんで二人おんのなよ。同じ思想を持った人間が。え初めてのスパジャって書いてるよね別人やろこれだって。クリスハート二匹目って。 しかも316ってこれ、かけらの分を変えたってことこれ。もうやばいやろ、やってること。318になったよ。<laughs> やり直せや。もう今2個積もったわ。やり直してこい。ノラ狩るだけでして、そうなよね。ノラゾンビ狩るだけ。まあ、でもスタミナ結構もったいないけどな。今、今スタミナは総量の使い方するのはちょっともったいないな。レイドに参加した方がいいかもね。昨日までは良かったわ、それ。だからわし昨日にゾンビキル200体終わらしたの結構英断だったかもしれん。うん。 ゾンビキル200体のデイリーがあるんですが、スピードアップをここに使うのはちょっと違うからな。訓練系のこのスピードアップだけ使う。同一人物ですって <laughs> いちいちアピールせんでよろしいかな。いまじんか、マジで、おん、ま、サミエルが日本語喋ったら意味がわからん、もう。意味のわからん世界線やん、それ。みんな徘徊ゾンビやってんな。狭間結構進んだるな。わしの舞台をじゃあ送ってあげよう。 どんなもんなんいやーでもトップ層がな300万とかになっちゃうとで本人が240万なかこれ痛いよな本人がもう稼働してない証拠やんこれこれがあかんの一番配信者が一番上じゃないとすいません私負けてます RZ さんにちょっと RZ さんだけちょっとあの度外視し,していただくと 嬉しい悲鳴ということで度外視し,していただけると嬉しいんですが、配信者がやっぱ一番やらんと。稼働時間に関してはあの私が一番なんで。稼働時間だったらあるさんに楽勝で買ってるから。はい。そこだけはちょっとね、何とぞ、ご理解いただけると。うん。あ、でも500万とかおるの一人な。600万とかおるやん、650万。やっぱ VTuber の囲いで頑張っとんな。一応おるわ、強い人。うん。でも他がちょっとあれやね。しょぼすぎんね、これ。無理やね。他の人が結構足引っ張っとんな。 37万とも今回でしょ、ほんとに。おるわ、でも、バケモンが。でもさ、こういうの見ちゃうとさ、この課金がさ、一切無駄になるんだよね。な、ね、つくづく自分の性格が悪いなと思います。ただ楽しいからそれでいいと思ってます。強いなーって。強いなーってさ、この二人合わせても RZ さんに勝てないんですわ。<laughs> 二人持ってしても RZ 参加したらピンって飛ばせるレベルなんですわ。残念ながら。よだれが出ちまうって。白先生のさ、戦力図も見てみるか。どんなもんなんやろ。本人540万。まあまあまあやね。まあまあ。で、500万が一人いるね。400万。限界キャバ嬢。これも絶対女性でしょ。この人女性の囲いが多いからさ。田島厚志。厚志やるな、400万。 これも女性やろなんか、じ、ほもうなんか自分の写真みたいに載せるやん、これ。300万。一応頑張ってくれてるわ。女性っぽい名前多いな。セナンチョとかさ、サンちゃんとかさ、もちおもちとかさ、てな学生とか、ミーさん、ゆきしろちゃ、まっちゃん。全員女性ですね。誰これ、朝倉みずきって。 うーん、微妙っすね。平均戦闘力で言うと、めちゃくちゃ微妙っすね。ー人数は多いんかでも向こうの方が。50万台とかでし、100。もうここ、ここら辺のやつら全員サブと入れ替えたってんねんな。ポイントで言えば、まとめて相手できそうですね。そういうことですね。こいつ、この人ら何レベルなのかちょっと見られへんねんけど。情報としてもさ、なぜか本部のレベルが見られへんねんよ。これゲームとしてちょっと欠陥だと思うんですが。 全然ですね。やっぱさ、だいぶ開いてますね、これね。うん。それでも1億7千万あんねんからすごいよな。74人か。あんま変わらんな、人数は。うん、で、白先生2。で、これね、メンバーの入れ替えは、配信者本人しかできないから、配信者がアクティブじゃないとダメない、ね、レイナとかね。そう、そこはね、決まってるんで、ルールとしてね。えー、本人、まあ、サブアカ本人育ててないですね。あ、でも300万とかいるやん。すごいすごい。 200万。あ、でも結構すごいな。サブアカはやっぱ座っとるな。サブアカ、サブ同盟、うん。サブ同盟も抜かしたいな。うん、でも人数が多いね、やっぱね。うん、で、やっぱこうやってロ、全然やってない人とかもいるんですよ。ほとんど女性やな、これな。名前が。なるほど、という感じで、えー、こちらをね、見てみるとね。はい、1200万。はい、GG ジジ。<laughs> 1200万。GG ジジ。GG です。 500万超えがあと何人か欲しいなぁ。GG です。400万。もう明日になったら400万超えがボロボロ出てきます。エースさんとクレーンさんも400万いっちゃったね。うん、強い。350いってる人は、今、最前線にいますよ。これはちょっとあの、この方はちょっと除,除外で。まあ、これ一応モデレーター軍団が一応 R4 任命してるんで、まあ、もし何かあった時にね。 お米さんはちょっと、あれやけど、例外やけど。RZ さんの半分か。わしも700万なんで、こっちは最低が130万でも、あと全員上200万超えなんでね。だいぶアベレージ高いっすよ。ただまあ、この下で、どんどん下に行くにつれて、ちょっと、サブドー盟に行っちゃう可能性があるんで、皆さん、気を引き締めてやってもらえるとね、嬉しいですね。で、こっちも300万、まあこっち250万超えの人らが、軒を連ねてる感じですね。 まあ、R4 も入れ替えてもいいんやけどな。でも、まあみんな、ルカさんも続き込む一応アクティブで、コウさんとかもログインしてくれてるから、まあブラックさんは後的に強いけど、うん。まあ、ログイン率が高いとか、その通話にずっと参加してくれたりとか、今までのモデレーターとしての信頼度があるとかね、そういうので一応 R4 は入れてるんで、R4 は別に必ずしも強い人を入れてるってわけじゃなくて、まあ、モデレーター枠ですね、どっちかっていうと。で、ござい、ん、まっすれ。んハさモのラリーまだ始まってないのか。 ラリーでやると時間かかるからなぁ。ラリーでやらんと、自分のだけ一,一斉に終わらしてから、ラリーに伸び伸び参加するっていう方向がいいのかもしれないね。なんで皆さんぜひメイン同盟にね、来てください。あの、3日あれば200万いけるんで、無課金、無課金というか美課金でも。1500円くらい払えば3日で200万いけますんで、200万いったら今まだメインに入るチャンスはありますよ。あとは稼働時間どれくらい作れるかって感じで。まあ全然サブでやってもらっても構わないし、サブで、サブでわしもサブキャラ育っとるから、全然いいんですが。 で見張り台を立てればまた一人枠増えるしで、そもそもあれかな。えー、っと。この精鋭チームも上げれるんで、優先順位は低めですけど、3人増やせますんでね。優秀な方はどんどんこっちに引っ越してきてもらって、先にこっち研究したいんやけど、今はこれを上げようと頑張ってるから、研究不足なんですよ。私たち今侵略したいから。だそれもなぜかというと、この自動収集ポイントが、 めちゃくちゃ美味しくてですね。それを取れば取るほど、後からもうボディーブローのように効いてきますから。うん。ボディーブローは効きますからね。明日行けないもしかしたらぜひぜひ。夜勤とかされてんですね。へぇー。<laughs> 何してるんかマジで気になるからさ。夜勤されてるんやと思って。RZ さんの正体を気になっている人は多いと思うよ。実際。これ一体あれやなぁ。帰らすか。 医者かなって。ありえそう。医者はマジでありえそう。医者多いらしいよ。廃課金税。医者は激務やけど年収うん千万とか普通にあるんで、その金の使い方がね、結構使えないって人が多いんですよ。だからこうやってちまちまできるゲームとか、一気に課金して楽しむみたいな人が多いみたいですよ。実際。うん。医者、医者だったらまあ、納得やな。死がない会社員ってもうやめてくれってもう。嘘をつくな。 こいつ呼び戻そう。だいぶ遠いな、これ。ま、あいいや。呼び戻して、わしもレイドに参加する側になるわ。まあ、主催してもいいんやけどさ。主催するんやったらもう個人でブワーって全部買って、あれしよう。40まで上げとくわ。で、この路地裏の医者の依頼が、これが、これ今いけるんでしょとりあえず挑戦できて。次が ?C ランクやもんね。まだアンロックされてないから。利用しとっとって。おかしないね、これ名前。 適当すぎやろ。どこが利用詞やね。消防士デズモンドとかさ。なんだんこれ。反原疑マーク。これバイオ2層やからな、普通に。G 生物の慣れの果てみたいな、これ。G5 みたいじゃん。こんなんおらんな、バイオには。これなんかどっちかと,いうとダックスやな。デモンズソウル2層。リチャード長老。これはマジで意味がわからん。これもなんかバイオっぽくないなダダクスやの、どっちかっていうと。これなんかリヘナラっぽいけどね。リヘナラとユー,ーが合体したみたいな。 利用子浅い持ってるあ、ほんまやわ。<laughs> 利用子なんや。人間の頃の職業。なるほどね。これ人間の頃なんやったやろな。マッスルくんかな。俺は滋賀雄二かな。長老やし。ジジイやから。<laughs> もう深夜っていうか朝やけどさ。なったらもうコメントがいちいち雑になっているな。マッスルかな雄二かなとかも適当すぎる、マジで。あ、欲しなかった、こっち。 回る回る余時代は所長は回る喜び悲しみ繰り返し